ち、興ざめだぜ。今日のところは帰りますよ。だけどこの借りは必ず返すぜ、飛び高さん。え？あいつらどっから大人ってた？驚かせてすまなかったな。あ、まさか、え、この赤服組は飛び高組の方。赤服組は飛び高派閥か。なぜこんな真似をした？仕方なかったんです。自分に歯向かう奴は大勢で潰す。それがカラスさんのやり方なんです。やっぱりこいつら、チョッパー！おいお前どうした？人々の身食って！おい、人々の身食ってお前変わりすぎじゃねえのか？ちょっとあの可愛らしいチョッパーがもう今は、なんかフランケンシュタインみたいな見た目になって。お願いです、飛び高さん。チームに戻ってきてください。これはお前たちが乗り越えるべき問題だ。俺にはどうすることもできない。そりゃそうだな。いつまでも頼んないでくれ。そうですよね。飛び高さんは俺たちよりサッカーを選んだんですもんね。帰ります、俺たち。ちょっと皮肉混じりにな。昔のたちがとんだご迷惑を。どういうことだ、飛び高。すみません、キャプテン。昔のことは勘弁してください。わかった。聞かないぜ。では、俺はこれで失礼します。飛び高の過去か。いつかあいつの過去も救ってやりたいな。トラマラのこともこれ以上首を突っ込まない方がいいのかな。エンド、俺はチームメイトとしてトラマラのことが知りたい。苦しいことも辛いことも共に乗り越えるのがチームメイト。それを教えてくれたのはお前だろ、ゴーエンジ。助けてくれてありがとう。なあ、あんたらもしかして稲妻ジャパン？トラマルがいるっていうさ。え、ああそうだけど、もしかして君たちはトラマルの友達か？だったらトラマルのことを見なかったかな。この辺りに来たと思うんだけど。トラマルの友達かって、違うよ、あんなやつ友達なん。でもトラマルならどうせ今日もトラノヤにいるんじゃない？トラノヤはこの先の角を左にまっすぐ行ったところにあるよ。もういいでしょ、じゃあね。うん、ありがとう。もう消防が調子に乗りやがってて、一発腹パン食らわしてやろうかと思ったらイライラして。なんかツンツンしてますね。とにかく虎ノ屋行ってみましょう。このツンツンしてますねにちょっとゴエンジ敏感だから。ツンツンって言葉に敏感だからさ。では虎ノ屋はこの先行ってみようということで、今回はここまでにしてまた次回やっていきましょう。お、宝箱ある。お、大赤コインか。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。バイバイ。